選択していきます。ステージが決まりました。次はキャラクターを選択します。ウォッシーのアザイコマンディステッシュ。ウォッシーのアザイヤ。ビホールディスバディオバル。両者キャラクターが決まりました。対戦に移ります。それでは参りましょう。この対決勝つのはどちらか。いよいよ試合開始です。お互いに頑張ってほしいですね。さあファーストラウンドが始まります。注目していきましょう。かっこいいとこ見たいです。この駒投げは届かず惜しい。マネージドレ、投げレベルを貯めて今後に備えていきます。絶妙に隙間があるこの距離感、差し合いのセンスが試されます。決着ですね。さあいい形でラウンドを取っていきました。勝負はまだこれからって感じですね。次のラウンドはどんなドラマが生まれるのか見ていきましょう。上から、さあラウンド開始です。仕掛けるのはどちらか。さあどっちが勝つんでしょうか。コマンド投げ、圧をかけていきます。これは SA を使っています。これが SA 技ってやつですね。このサイクロンラリアットは投げに派生させました。あっとスンドラストームが決まる。完全に読みが通った。プレイヤー1、 SA ゲージは有利だが、おっと SA を発動している。ここで投げに行った。今完璧、勝負あり、 KO になりました。決まった。あっという間の一戦でした。今の戦いどんな風に映りましたか。めっちゃいい試合でした。